初内に乱入した群衆平事件とは、1949年6月30日に福島県平市で発生した公安事件。1949年4月13日、日本共産党福島県岩木地区委員会は平市警察に宣伝用の掲示板を設置するために道路一時使用許可申請を出した。平市警察はこれを受理、許可したが、この掲示板は、 平ら市街地にあったため、予想外の人だかりができ、交通の障害となったため、許可の取り消しをしたところ、政治運動に対する弾圧として、共産党が反発し、平ら市警察と対立するようになった。1949年6月30日早朝より、共産党員や在日本朝鮮人連盟の朝鮮人を動員し、湯本町や内郷町の自治体警察に押しかけて、 平イラ警察に応援を出さないことを確約させた後、午後3時30分頃にトラックで平イラ警察署に押しかけた。群衆はインターナショナルを歌いながら規制を上げて署内に乱入した。午後6時頃になると署長室だけでも80人が侵入するなど大混乱に陥った。侵入を阻止しようとする署員に対しては殴る蹴るの暴力を加え、署の窓ガラスを 次々と割っていった。群衆の一団は留置場にも侵入し、先ほど逮捕され留置されたものを奪還、逆に警察官を留置場に閉じ込めた。群衆は、公安委員会の召集と所長の辞職を要求した。この間、署の玄関に赤旗を交差させて掲げ、人民警察ができたなどと国をしたり、市内各所に検問所を設けて、警戒に当たるなど無警察状態に陥った。 午後11時頃になって、近県より、警察の応援部隊がやってくるという情報が入ったため、ようやく解散した。国家地方警察の応援の下、平市警察署に捜査本部が設けられ、231人を、総上罪の容疑で検挙した。そのうち159人が起訴された。年月日、第回公判が、 福島地方裁判所で開かれたが、松川事件が発生したために、福島地方裁判所平ら支部に移された。平ら支部では、250人収容の大法廷を、特設して対応することとなった。公判を重ねること161回、承認も266人に上ったが、被告らは、公判の途中、陽強派と反強派の2杯に分かれたため分離公判となった。 一審では相乗罪が認められなかったが、1958年6月30日、二審の仙台高等裁判所で原判決を吐き、逆転有罪となり、1960年12月8日に最高裁判所は上告を棄却し、有罪が確定した。ありがとうございます。